あの時から僕らの時計は時を刻み始めた。そうさ7番目の教室から全てが始まった。始まりは入学式のクラス分け、名前順の座席表の僕の前、そこには恥ずかしがり屋の君がいて、僕の方から話しかけてみた。音楽やってるんだ、それもドラム、ならギター弾く僕と一緒にやらないか。僕らの青春が確かに